滝沢秀明率いる戸ベが生配信を行うことで、平野氏洋と神宮寺優太の合流が噂されるも、証拠は未確定。対立が広がりファンは続報を待つ。ジャニーズ事務所のプロデューサーである滝沢秀明氏が率いるプロデュース会社、戸ベが7月7日午後7時から YouTube チャンネルで生配信を行うことが発表され、これがファンの間で大きな話題となっています。 特に、この生配信に元キングプリンス以下、キンプリのメンバーである平野オと神宮寺ー太が合流するのではないかという噂が広まっています。しかし、実際の証拠はまだ確定的ではない状況です。謎めいた合流の予告7月6日にトベが公開した予告動画には、 二人の人物のシルエットが登場しており、多くのファンからその二人が平野紫耀と神宮寺ゆ太であると見られています。この予告動画を見たファンからは、すでに二人の合流が確定的であるとの声も上がっています。滝沢秀明氏も TikTok オーダー生配信を行った際に、サプライズの発表がある際には、ファンがそれを見逃さないようにと心配の言葉を発しており、 察してくださいと語っています。消された証拠しかし、興味深いことに、この合流の情報に裏付けを与えるかのような証拠がトベの YouTube 動画に存在したとされています。YouTube 動画にはメタタグと呼ばれるタグが設定されており、これは Web ページの情報をウェブブラウザや検索エンジンに伝えるためのものです。 ファンの中には、このメタタグ情報を調査し、生配信の URL に、キンプリという言葉が含まれていたことを発見し、これを SNS で拡散した人々もいました。ただし、この、キンプリは現在もジャニーズ事務所で活動中の長瀬角と高橋山による同名であり、戸べの活動には関係のない名称です。 運営側がこの事実に気づき、あまりの騒動を収集するためか、後にこのメタタグから、金プリ、がひっそりと消去されてしまったというのです。ファンの反応一方で、この一連の出来事により、長瀬角と高橋山のファンと、平野紫耀と神宮寺勇太のファンの間で一部の緊張や不穏な空気が広がっているとのことです。というのも、 キンプリは二人体制に移行してからの公式 YouTube 動画には平野市様と神宮寺優太というメタタグが使われており、これに対して脱退メンバーのファンからは、連回の方が先に平野と神宮寺のメタタグをつけていたという反論の声が上がっています。平野市様と神宮寺優太が飛べに合流する可能性については、多くのファンが期待と興奮を抱いています。 滝沢秀明氏の予告動画に登場した二人のシルエットからは、その合流が確定的であるかのように見受けられます。しかし、運営側が、キンプリというメタタグを使用していたことから、ファンの間で論争が巻き起こっており、確定的な情報が発表されるまで、ファンたちは続報を待つしかありません。 滝沢秀明氏の戸部がどのような新たなプロジェクトを進行するのか、そして平野市と神宮寺優太がどのような活動を展開するのか、今後の展開が楽しみです。か。